ス客単価どっちが増えてるんでしょう。客単価、客単価高い見えそらしたけど客単価、客単価どうだろう。客単価、まあ例えば100万売り上げ上がったとしてレンタルで、したら運営としては客単価の方が高いね。まあ実際客数も増えてる。すべてが客単価ではない。うん、なんでだろうっていうのは見てない。うん、とこです。で、まあ言いたかったのは結局まあ成果とか結果成果を振り返ったときに、まあプラスが出てるとか。金額でね、プラスが粗利な売上で金額プラスが出てるマイナスが出てるっていうのはまあ分かると思っちゃう。だからその要因、まあ、なんでうまくいったのか、その要因でなんでマイナスなのか、原因っていうところが客数と客単価、まあもう一個言ったら、まあ、ジャンル別であったりとか、それが新作なんか旧作なんか新プランか客なんかとか、そういうもう一段二段掘り下げたところを示す方が、まあ、説得力にもなるだろうし、次つなげやすいかなとは思っちゃう。全部しますっていうふうに、ここに絞ってしますという方が、多分より効果的なアクションにもつながるのかなと思って、もう一回そこを、まあ、特に担当が、各担当が先陣切ってもらえたら、その上でこう共有、計画を共有するときにこういうところがあってっていう話がより説得力が増すのかなというふうにちょっと感じました。多分絶対的な感覚を持って課題とかは的を得てたりはするとは思うんだけど、じゃあ実際それがうまくいったかどうかっていう振り返りにつながらなくてもいいし、次どうするかにもつながらなくてもいいし、はい、じゃあ、ごめんなさい、ちょっとちょっと感想じゃないけど、ちょっと今述べたので、次は次、11月どうするのかっていうのが、まあ、社員はそもそもその課題から話をまとめてると思うので、今、前回と同じように、今、上がった課題、抱えてもらうことで、計画に沿ったことをしたときに、まだ解決できないアクション、解決できない課題っていうのがあるのであれば、この解決策も含めてどうするのかっていうのを、簡単にちょっとまとめてもらって、でもうポイントだけのちょっと11月の、計画を言ってもらおうかなと思いますので、これからどれぐらいかな、まあ10分でいいです、10分使って。